こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2024年の1月6日を30分ほど過ぎましたけど、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段は 76.34 ということで、ちょっと70円台を維持しているということですね。はい、1時間足を見ても、まあ、ここ3日間ぐらい、もう下げのトレンドで触れながら来ているということですね。まあ、ちょっと、ボラティリティ大きくなってるけど、まだちょっと反転する感じでもないと。はい、日足ですと、まあ、だいぶもう半分ぐらいですかね、この50円のところでもやもやしてて、ガーンと上がってから、半分ぐらい、はい、落ちてきたということですね。まあ、どこで止まるんですかね、ここもできちゃうのかな、はい、ちょっと来ちゃったらちょっと辛いですよね。はいはい、で週の足で見ると、まだゴールデンクロスという感じにはなってないですね。はい。背が明けてからまだちょっとここで突き足見てなかったような気がするので見ますけども、急に上がったんでね、こんな感じになってますけど、まあ今ここで揉んでるという感じですね。まあ、これだけ下がってきたのでね、まあ時間をかけて100円を超えていく感じなのかな。はい。ではツイッター見ていきます。はい。X テイクプール BTBA さんですね。この度、ドバイに分散型ストレージノードを設置しましたと。イアゴンですね。体のエコシステムの発展を期待していますということで、ノードを立てて、まあ、分散型ストレージなので、まあ、これから使われていくということでした。はい。トークンのステーキングはちょっとまだみたいですね。はい。ナップさん、過去には税金が払えなくなってしまった苦しい経験もありましたが、あれから退場することなく、なんとかこうして息を吹き返して生き延びた猫田は、2024年、このように暗号資産、カルダロに対して臨んでいきたいという動画です。ということで、すごいですね。こういうことを、こう、一般に対して宣言するというのは、なかなか勇気のいることだと思いますね。はい。ここで、ポートフォリオ、あ、ここにポートフォリオって書いてあったけど、はい。今までの経験と、まあ、どんな感じでね、仮想通貨持っていくのかとか、ちょっと参考になると思いますので、ぜひ聞いてみてはいかがでしょうか。はい。そして、アンゴローさんからですね、2024年にスタートダッシュを決めた将来有望のコインはどれだということで、日本の取引所に上場している87個のコインのうち80個を対象に調査を行いました。今年期待されているコインが大きく上昇し、1位は意外なコインになりましたということですけど、まあ、ADA はね、あまりいい評価なかったです。ただ、まあ、見方がですね、元旦から、スタートダッシュなので、元旦からこの6日間かな、5日間ぐらいで、どれだけ上がってるかという見方をしているのでね、はい。なので、まあ、ちょっと、短期的なので、はい、まあ、参考にはなりますけどね。はい、セバスチャンさんですね。ちょっと日本語だけだと分かりにくいんですけど、ゲーム、チェーン、プロダクトがそれぞれどれほどたくさんあるのに、RGB、ゲーマー、チェーン、スナック、その他すべて悪ふざけなどの奇妙な Web2 ゲームに傾いているプロジェクトが全くないのは、おそらく、3個ゲームコープ以外には奇妙ではありませんかと。はい、ちょっとゲームの状況がね、分かってないので、うまく解釈できないんですけど、まあ、少なくともここですね、パイマスタジオの RGB、リブランドの時期が来たのかもしれませんということで、こうかっこいい、ね、絵が描いてあります。はい、まあ、セバスチャンさんの今年の意気込みじゃないでしょうかね。はい、渡辺聡太さん、かなり濃い内容のインタビューをしていただきました。非常に良い意味で内容が濃いので、ぜひご拝読くださいと。ということで、ちょっと見てみますね。はい。グローバルで成果を出す数兆円、数十兆円規模に成長するための勝負の1年、スターテールラボ CEO 渡辺聡太氏と。はい。ちょっと見ていきますね。2、3年後を見据えたスキーム。2023年に振り返るとどんな1年でしたか。2023年は次のサイクルで勝つための準備を全部行いました。できることは全てやったという感じ。ベアマーケットになった1年でこの分野に関わる人が減ったり、また AI の盛り上がりで注目が AI に集まりましたが、その分やるべきことにフォーカスする時間ができました。我々は幸い資金面の問題はなく人員を拡充しました。1月にはスターティールラボを設立。ここが今後アスターネットワークや Web3 ビジネスの成長エンジンになっていくと考えています。シンガポールで立ち上げて、すでに日本 UAE にオフィスがあり、2024年にはアメリカにもオフィスを開設する予定です。
ビジネス面で一番大きかったのは、ソニーネットワークコミュニケーションズとの資本業務提携。ソニーは Web3 で一番可能性のある日本企業だと思っています。ゲーム、金融、保険、自動車も手掛けるなど、展開領域が広く Web3 と合致しているからです。そうした幅広い領域の基盤となるプラットフォームを構築できる可能性があることは非常にエキサイティングです。スターティルラボが成長エンジンになるという点を少し詳しく聞かせてください。Web3 事業開発、プロダクト開発を担うスターティルラボの成長が、アスターネットワークの成長に波及するように、総合的なスキームを組んでいます。我々だけの話にもとどまらないので、まだ発表できることは少ないのですが、おそらく2、3年後にそういうことだったのかと分かってもらえるのではと思っています。スターティルラボ、アスターは行き当たりばったりではなく、あの時点から仕込んでいた。ここまでの絵を描いてエグゼキューションしてきた。と、その時に思ってほしいですね。アスターネットワークは今、日本のプロジェクトで見るとサイズはナンバーワンですが、グローバルで見るとまだ100位ぐらい。時価総額1000億レベルです。これを世界トップ10レベル、時価総額数兆円、数十兆円にしていくための勝負をしていきたい。世界で100位で日本を代表していたら恥ずかしいですからね。ハードウェアにおけるソニーやトヨタのような企業を分かりやすく言えば、ソフトウェアの世界での令和のソニー、令和のトヨタのような企業やプロダクトを作りたいと。まあ、この辺の言ってることがね、本当にずっと何年か、まあ、この方、見てますけど、本当にずっと言ってること変わんないので、ね、素晴らしいなと思いますし、まあ、本当に、今ね、アスターちっちゃいんですけど、なんかね、エーダのところに近くまでこう近づいてきちゃうかもなっていう感じで、まあ、世界トップ10ということで、体のずっと入ってますけどね、はい、こうやって頑張ってるところがあるとすごいなと思いますね。はい、次、発表時にはネガティブな反応もありましたが、ポリゴンラボの提携によるレイヤー2、もそうしたスキームの一つでしょうか。その通りです。イーサリアムのレイヤー2である Aster GKEVM Powered by Polygon を発表したことで、事業開発が非常に行いやすくなりました。これまで Aster ネットワークは UI、UX がユニークで、それがデメリットになることもありました。イーサリアムレイヤー2の一般的な UI、UX となることで、新しい Web3 プロジェクトの相談など、お客様との話もよりスムーズに進むようになっています。また一つ付け加えると、12月にイーサリアムの創設者、ビタリック・ブテリン氏が一部のレイヤー2機能をイーサリアム本体にも実装すると発言していますが、そうした動きも総合的なスキームに織り込み済みですと。はい、でちょっと飛ばしますが、はい、Web3 はアジアが主導権。日本にいるとなかなか気づけない新陳代謝は何が必要でしょうか。日本はグローバルで見ると十分恵まれていますからね。必要なものはハングリー精神と視座だと思います。アスターも1000億円規模になってくると、お金が目的でやっているなら、ある意味、もうそれ以上はやらなくてもいいと言えるかもしれません。例えば、マザーズに上場すれば数十億円が入ってくる。それで十分とはおっしゃる人もいます。そうではなく、なぜまたやらなくてはならないのか。大事なのは視座とミッションです。今、日本で生活したら頑張らなければならない理由はそれほどありません。これは良いことではありますが、この先50年、60年考えると、おそらく今の生活は維持できなくなると考えています。労働人口は減り、税金はもっと上がり、もしかしたら治安も悪化するかもしれない。そうしたことを良い方向に変えていきたい。視座を高く持ち、世界で勝つんだというハングリー精神で、もし我々が世界的な成功を収めることができたら、世の中の流れも変わってくるかもしれないと考えています。2024年、どんなことを進められるのでしょうか。まず数字が重要です。どれくらいの規模のものを作れるか、数千億円レベルだとまだまだスタートアップなので、数兆円、数十兆円レベルまでできれば存在感も大きくなると考えています。実現できる可能性があるポジションにいると思っており、こんなにエキサイティングなことはありません。具体的なことはまだ言えないことも多いですが、ソニーさんと進めている取り組みもすでに進捗が生まれています。アスターの方でいろいろ動いています。2024年はアメリカでビットコイン ETF の承認が予想され、日本では様々な規制緩和が進み、ステーブルコインも登場します。楽しみな要素ばかりです。グローバルでどれだけやるかが大事だと思っています。また Web3 はアジアが主導権を握ることができる分野だと思っています。アメリカが規制などで後手に回っている今、アジアは可能性を秘めています。若い世代も多い。その意味で、アジアのパワーも結集して2024年はアメリカに乗り込み、日本発のイノベーションによってグローバルで成果を出したいと思っています。はい、という記事でした。まあ、本当にね、この方、まあ、頑張っているので、頑張っているのでっていうか、頑張っているし、あと、ここ2、3日ね、なんかアスターのことばっかり拾ってるんですね。まあ寄付に始まって、で、あと、まあ自分もその、
アスターで寄付するということをね、初めて、アスター買うということでやってみましたので、ちょっとね、気になって取りましたし、あとやっぱり、若い方がね、まあ、さっきのセバさんもそうですけど、本当に優秀な方が、クリプトで頑張っているので、まあ、それを間近でね、こう見れるっていうのは非常に、ありがたいなと思います。はい、ソウさん、仮想通貨ビットコイン、メルカリビットコインで商品購入可能に、日本経済新聞、メルカリは6月までに仮想通貨のビットコインでフリマアプリの商品を購入できるようにする、アプリ内で運用しているビットコインを支払いに使えるということで、これ結構注目ですね。はい、まあ、ETF の話も今ありましたけども、まあ、そういうところで、話題になりつつも、こういうね、実際のビジネスで、もう話題が出てきたら、結構相乗効果になっていくんじゃないでしょうか。はい、ちょっとクリプトから外れるんですけど、ちょっと拾いました。マジで東大卒業して官僚になった友人が全員辞めてる、冗談じゃなく辞めてる、みんな30歳手前ぐらいで辞める。大体外資系のコンサルが金融業界に転職している。日本のことを諦めず、志高く日本のために働くために官僚になったあいつらがみんなスタジオを投げちゃったから、日本は終わると思うということで、こちらですね、霞が関でとんでもない辞職者が出ていますということで、まあ、公務員の給料がね、あまり良くないとか、まあ、外資系のいろんなところがね、儲かるとか、まあ、いうこともあると思うんですけど、やっぱりその、官僚のトップって、まあ、大臣になると思うし、まあ、総理大臣だったりすると思うんですけど、まあ、そこでね、大臣になる方たちが、まあ、それほどね、なんていうのかな、本気でやってないとか、まあ、言動を見てると、まあ、幻滅しちゃうとか、そういうところがね、多分あると思うんですよね。はい、非常に悲しいなと思って、まあ、ちょうど若い渡辺壮太さんとかの話題をしたのでね、ちょっと拾いました。はい、では値段に戻りまして 75.94 円ですね。はい、14.9×75.94 で元本が10万円ですので計算しますと964,140円のプラスということになりまして、はい、964.1% のプラスですね。今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。